はい、やってまいりましたモンジーです。今回も初心者が行くユアホプやっていきたいと思います。なんかね、アップデートが入って、新しいキャラが2つ追加されたのかな。で、あとバイオームがね、不評だったバイオームがちょっと改善されて見やすくなったということですので、はい。ではね、今回もどんな村に生まれるでしょうか。やっていきたいと思います。はい。生まれようとしています。じゃーんと。ママ。あって言っちゃった。あなたは山田くんです。まだ。できたばっかりの村かな。わあ、そんな感じだ。イブかな。わあ、新キャラがいる。新キャラの子供ってあんな顔なの？あ、他にもいる。3年 B 組サスケくん。今日はタスクないかも。3です。右下にあった。左下に水場。OK。3です。草原は下と右下に。なるほど。うさぎも下。なるほど。左にバナナたくさんある。なるほど。了解。了解。頑張ろうね。はーい。ええ子や。3歳になった。おお、2人同時に生まれた。これでいいかな。マルチ落ちてない、その辺。あったあった。あ、じゃあラスハグ、あれラスハグ。ありがとう。お世話になりました。律儀。よし。じゃあ、あれ？これは違うのか。じゃあ、とりあえずカゴがいるから、カゴ取りに行ってこよう。あれ？なんでこんなこと。ちょっとずつ場所が変わってるのか。この辺切っとこう。切ってあるね。で、やばい。あ、バナナ。あぶねえ。うめえ。バナナ持ってってあげよう。で、もう最初だから、何やってもいいと思うんだけど、素振りか。最初はやっぱり畑かな。とりあえずちょっと食べ物がいるだろうな。でもこんだけ近けりゃあれか。持ってかんでも別に大丈夫かな。よし。で、すぐに畑作ろう。畑、水遠くね。僕はやっぱり作るなら。ボールができたら、分けて、あれ3個でしょ。どうしよう。ここにするなんかちょっといびつになっちゃったけど。よし。で、あとボールができれば、これを3-3にできるから、ボールもらっていいかな？ボールもらっていい？ありがとう。吹き口忘れた？ひょっとして。よし。ここで、とりあえず、あ、こんなとこに行けやがった。くそ。マジか。じゃあ、一個上にしよう。はーい。やべ、お腹すいた。あー、バナナ。危ねえ。で、串で、頼む。掘ってくれ。おー、9個。まあまあ。で、あー、惜しいあと1個。これ、もらっていいよね。やべ。これもらっていいよね。ダメなの？串じゃん、これだって。弱い串だからダメなの？あすいません、なんか気を使ってもらって。串がいるな。串あるかな。お、これはまずいな。なかなか串が見つからない。このジャングルを抜けなきゃいかんのか。うわー、怖い。んあー、当たった。もうバナナ持ってるとすぐ見つかる。あー、あったあったどうしよう、置いとこう。三角形の石は以下置いてっても結構でも距離遠いような気がするけど。きっとこう。うわぁ、このジャングル越えないといかんのか。ええー。ああ、やばい。危ない。うわ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 。うわうわうわ。うわうわうわ。無理。あ、もう斧できてるの？早い。あ、早い。あ、作ってる、しかも。早い。これもう、あれ？シチュー？早えな。なんちゅう速さだ。置いとこ。一応ね。で、ここに、池があるからちょっと木切っとこう。この辺の木で、ちょっと斧を借りて、ここのね、隠れてる池があるので、これ切っときます。ほらこの辺切っとこう。木切るの好きなんだよねよし、これ最後。よし。すっきりー。よし。で、すごい。もうシチューが早い。早いな、みんな。33歳の子がまだいる。ああ、ひょっとして女の子いないのかな。まさかの。まさかの。女の子がいない。30いるっぽい。なるほど。消滅しちゃうのがもしかして、鉄がないのか、あとは。鉄を探してくるか、じゃあ。あ、すごい、もう羊の準備までしてる。僕の予想は、上だと思いますね。これ3つ持って、よし、上行こう。怖い。ジャングル怖い。そしてこのジャングルを越えれば、お、この辺あるんじゃない、ひょっとして。ないないかな。あった。すげえ。すげえ。わしちょっとじゃあ落ちてるバラ鉄を拾ってこよう。バラ鉄落ちてないかな。あ、あるある。あるある。やったやったー。狼もいるけど、結構近くにあってよかったな。12時20分ぐらい。あ、生まれた。せやで。12時20分ぐらいに鉱脈あった。あ、乳枯れた。あらららら。あ、でもすごい動いてるから、ちょっとじゃあまたバラ鉄取ってくるか。バラ鉄取ってくるか、狼やってくるかのどっちかだな。ちょっと狼やってこよう。狼やってくる。はい。あ、また見つけた。11時半ぐらい。そろそろお腹がやばい。やばい、ハゲた。あれ、なんか誰もいない。あ、いるか。家事やる人いないのかな。つるはし作るにはもうちょっといるのかな、鉄が。台車を作んないといけないからね。ノコギリがいるんですよね。あ、女の子が。あ、違った。あ、やめてやめて、狼さん。よし、帰ろう。わあ、すごい。羊が。あ、ノコギリまでできてるな。鉄全然ない。あるよ。つるはし。できる？あ、ほんと？鉱脈。2つ。あった。ほへ。6時じゃないな。12時と。そうなんだ。そうなんだ。じゃあいっぱいだ。くるくる姉ちゃんに。台車作ってってねって。いや、台車作ろうかな。あれあるかな。あれないよね。なんだっけ。これ。ないよね。よし。ロープもらっていいかな。あ、生まれてるけど。脳死？脳死か。ちょっと、先にさ、木運んできた方がいいな。人が少ないのかな。6時と11時と12時。ちゃんと教えてる、偉い。やばい、食べ物がない。そしてこのお母ちゃんは、どうするんだ？面倒見るのかな？サボテンあったっけ？サボテンはない。あった。お姉ちゃんに食べさせよう。よし。あー、人参が。ちょっと、バナナ。おじさんがずっと面倒見てるのかな。あ、もうじじいだ。これ、鉄取りいけないかも。こんなもんか。このお母さんはどうするんだ？まだ、ツルハシないよね、だって。どっかにある？あ、あることあるのか。いけるかな？バケツ。バケツと、で、これで、小菜にして、食べるもの。これ厳しいなぁ。ざるもらって、いや、だってもう57歳だもんな。無理だよね。無理そう。あ、無理そう。鉄いけない。振らないでって。あ、生まれた。これ厳しいなぁ。今何歳 ?58 か。あと2分の間にバナナを運ぼう。じゃあこのお姉ちゃんはわしが面倒見よう。いやー、面倒見れないな。厳しいな。あ、死んでもうた。もう、全然進まなかったな。はい。じゃあね、今回はこれで終わりたいと思います。よかったらね、グッドボタンとかチャンネル登録とか、コメントとかしていただけると大変喜びますので、はい。それじゃあね、よろしくお願いいたします。はい。それじゃあね、また来世で会いましょう。バイバーイ。